わ。よし、スタート。まあここはカットでいいかな。自己紹介ですね。はい、今回は、はじめましてにしようか。よし、はじめましてしたかんだ。あっ、やっちゃった。自己紹介で思いっきり噛んでしまった。みんなの目が痛い。恥ずかしい。見ないで。鳥山さんは緊張してるんだ。まあ多めに見てやってくれ。先生のフォローが痛い。みんなの視線も痛い。じゃあみんな鳥山さんと仲良くな。で、お前の席なんだが、あそこだ。人と空いてる席があるだろ。そう先生に示された席を見る。ちょっと待って。あの隣に座ってるのって、誰お前。あ、こいつあれじゃん。おや、僕の隣かい。あれは朝のなんだかよくわからないやつ。こいつと同じクラスだったとは。こいつ王子って言われてたやつだよね。モテモテの。とりあえず流されるまま私は彼の隣の席に座る。心なしか周りの女子の視点が痛い。あ、人気者だからね。多分あいつは。やあ、転校生。僕は若王子さくらという。なんだかわからないことがあったら何でも僕に言ってくれたまえよ。うぜえな、なんか。うん、ありがとう。周りの女子に刺さるような視線さえなければ嬉しい言葉だったんだけどな。ところで君、美しいものが好きかい？うざ、なんだこいつ。なんか、北斗の拳のユダみたいな感じだな。え、なんなのいきなり。まあ、嫌いではないけれど。そうかい。なら君は、こんだね。え？なぜならこれから毎日この美しい僕を毎日眺められるのかな。君のその席は僕を眺める特等席だと思ってくれたまえよ。ちょ、なんなのこいつ気持ち悪いわ。でも周りの女子の目線から察するに女子人気は非常に高そうなのよね。余計なこと言ったら鳥巻きの巣に鳥の巣にしたんですよ。鳥だけにっつってバカ野郎。よっしゃ。んでこの格好やっていけるかな。あー、ダイナミックなやつだったな。初日はこんなものよね。あ、これは前と一緒だね。おやすみ。正解。朝だ。今回は、寝るやんなくて、そのまま起きて学校に行ってみましょうかね。ちゃんと起きれるんだから、これまたちゃんと学校に行きましょう。それにしてもいい天気ね。こんないい天気の日は、もう少しだけ寝ていたくなるわ。なんだかうとうとしてきた。今なら歩きながら寝れそう。危な。しかもさ、鳥なのになんで飛びながら登校しねえんだよ。お姉さん、そこのお姉さん、誰？私を呼ぶの。お、かわいい。ペンギンちゃんだね。ごめんね、お姉さん。急に呼び止めちゃって。その制服、僕と同じ学校の人だよね。え、いや、あなた、同じかどうかわからないけど。あなた、服着てない。いや、スルーかい。お姉さん、お願いで僕と一緒に学校行ってください。え、なんで？普通、初めて会う人と一緒に登校なんか、おかしくない？そうかな。うん、まあ、そうか。頼むよお姉さん。僕このままじゃ学校に行けないよ。迷子やろうかこいつ。まさか学校への行き方がわからないの。すごいお姉さん、よくわかったね。よくわかったんじゃないでしょう。なんだ、そういうことならしょうがないわね。一緒に行ってあげると。本当ありがとうお姉さん。僕はヘンミギン。ペンギンって言いたいのかなこれ。ヘンミギンって言うんだ。ギンって呼んでいいからね。ギン君、よろしく。一緒に学校行きましょうか。出発。お姉さん、無事に学校に着けたよ。それはよかったわ。でもこれからちゃんと道を覚えて一人行けるようにしなきゃダメだよ。それじゃあね。はあ、変なやつだったな。元気な子だ。そして、ああ、クラスに入り、そんなこんなであっという間に昼休み。お昼どうしようかな。もう若王子誘って行ってみたら多分なんか周りの取り巻きにボコボコされそうだから、早めに食べて校内を探検しよう。よし、そうしよう。若王子君を誘うのやめておこう。今日もものすごい数の取り巻きに囲まれてるし、あそこに突撃する勇気は私じゃないよ。うん、俺と同じ意見だな。うん、でそれよりも早めに昼食を切り上げて校内探検しようと図書室にやってきました。おー、そんなに普段は本を読む方じゃないけど、でも図書室ってなんかいると落ち着くのよね。あれ、あそこにいるのってペンギン。ヘンミギン。やっぱりギンくんだ。おい、ギンくん。お姉さん、こんにちは。図書室では静かにだよ。なんかごめん、ごめん。何か本を読んでたの？何も読んでないよ。何しに来たんだ、お前は。じゃあ、調べ物？勉強？それも違うね。じゃあ何してたの？お、ね、さ、う、ま、
ってた。え、怖こいつ、ストーカー野郎じゃん。え、ここに必ず来るだろうなって思ってここで待ってた。変態だなこいつ。僕ね、お姉さんのこと気に入っちゃったみたいなんだ。だからね、ずっとお姉さんと一緒にいたい。それを叶えるために僕はこれ待ってた。え、ちょ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 、怖い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 、この子怖い、ヤンデレっていうのこれ。ちょっともう本当に怖いんだけど。ねえお姉さん、はい、これからも僕と一緒にいてくれるよね。ええ、あなたは見事ヘンミギンを落とせました。落とせた、ハッピーエンド。え